ラッキー。ラッキー。今回も素晴らしいコンディションです。おそらく戦闘能力の高さが影響するのでしょう。配送の仕事より楽だったな。サル系統の生命体は他の生命体と比べてよりアスター星系の人類に近いと考えられています。こうしてそれぞれの生命体への理解を深めることでいつか真の共生が実現できると信じています。揃えていただけるなんてさすがです。それでは早速オーブの生成を始めましょう。配送の仕事より楽だったな。これを持って封印された扉まで向かってください。オーブの力で扉の封印は解け開いてくれるはずです。実によくできた素晴らしい技術だと思います。我々はもっと多くを学んでいかねばなりませんね。ミダス殿、スコピアムの同胞の救助に手を貸してくれたことを礼を言う。ん？ああ、別に大したことはしてねえよ。そもそも医療は俺の本職じゃねえからな。それでもだ。あのな、スコピアムに関してのいろいろはまだよくわからんことがたくさんある。ただな、目の前にある命を助けることは当たり前のことだ。そう自然に生きれる御人と出会えたことこそ得難い幸運だ。ミダス殿にはただただ感謝しかない。ああ、俺もまあいい年だからな。年上からそんなに褒められてもどういう顔したらいいのかさっぱりだぜ。顔か。私も表情の乏しい方だからな。その気持ちは理解できる。いや、あんた表情が乏しいとかいう以前にどういう表情をしてるのかが分かりにくいんだよ。確かにそうかもしれないな。ったく、おいそこ何を笑ってやがる。いや、ミダスが突っ込む側に回るのも珍しい気がしたんでな。うるせえ、どっか行け。
楽しいな。私もつい笑みがこぼれてしまうぞ。だからわかんねえって。相当派やボルドールの存在そのものはスコピアムと融合しても永遠の平和がありえないという証拠だ。一つの星の一つの町にもこれだけ多くの人が暮らしている。それなのに全銀河と融合だなんて到底正気とは思えないわ。もう何をしたか分かっているんですか？分かってる、分かってるって。なんだ、揉め事か？レイモンド？別に大したことじゃねえよ。大したことです。パラピアムかベグニスか分かりませんけど、こっそり手に入れた機械をこのアスター4号星に持ち込んでいたんです。ああ、例の条約か。ま、見つかった相手が悪かったな。観念しろよ。はいはい、俺が悪うございましたと。ミダスさん、本当に反省してます？おう、海より深く反省してるぜ。とにかくこの機械は私が責任を持ってお預かりしますから、もうこういうことは決してしないでくださいね。わかったわかった、もう言ってくれって。まったく油断も隙もない。バレちまった。もっとうまくやれよかったな。ベグアルドの連中が何も言わねえから油断した。まったく反省してないよなあんた。そりゃお前、好奇心と探求心は簡単には止められんだろう。さて、次はどうやったらバレないように持ち込めるか考えねえとな。俺、何も聞かなかったからな。ボルドールは最初からこの星に戻るつもりだったのでしょう。だからあの時しばし預けると。ラッキー。この戦いは私を通じてネットワークへと拡散される。全てのスコピアムにとって意義深いものとなろう。はっ。ラッキーと。一つの星の人、それなの。共通の敵を前にして今オーシディアス、バイルの二国が一つになろうとしているか。正直私はスコピアムの本質を理解できていない。だからこそ今あの進化を受け入れることはできない。何？悪くない力だ。
ボルドールはニルベスがふさわしいって言ってた。ベグニスの洞窟と似てたことが関係あるのかな。ラッキー。なんだか随分と長い間一緒に旅をしてきた気がしますね。そうだな、ラーカスの森で会った時にはここまで長い付き合いになるなんて想像もしなかったな。そういえばレイと一緒に旅をすることになったのはここでのことでしたね。今となっては懐かしいです。今だから聞くんだが、最初に会った時俺のことどんなやつだって思ったんだ。レイの第一印象ということですか。そうですね。いえ、レイも聞かせてください。私のことをどう思ったのか。わかった。じゃあせーので同時に言うのはどうだ。いいですね。それではせーの。めんどくさそうなやつ。使えそうな人。使えそうな人か。使えなさそうよりはずっとマジだな。めんどくさそうなやつだなんて、ずいぶんひどいこと思われたんですね。しかしあれだ、お互いに第一印象はそんなに間違っていなかったような気がするよな。そうかもしれませんね。でもそれだけじゃなく、いろいろなことを分かり合いました。レイと会うことができてよかったと心から思います。それは俺もだ。もう一息頼むぜ。はい、これまで通り一緒に乗り越えていきましょう。今王国と帝国が手を携えているのがボルドールという共通の敵のおかげだと思うと複雑です。レイ、今時間はありますか。私の人間観察の成果を見てもらいたいのですが。そいつは構わないが、お前そんなことやってたのか。人間観察の成果ってどうやって判断すればいいんだ。はい、モノマネをします。モノマネ。人間のことをよく知るためには人間になりきってみるのがいいのではないかと考えたのです。そういうわけで今からするのが誰の真似なのかを当ててください。では行きます。レイ、なんだか顔色悪いんじゃない。フラフラしてるとまたアベラルドさんに叱られるよ。簡単だ、ニーナだろ。正解です。まあこれぐらいは簡単というか、他に身近にいないっていうか。では続けていきます。え？さすがはエルナ、
俺の大事なパートナーだ。これからは仕事を真面目にやるし、毎朝ちゃんと一人で起きるし、嫌いな食べ物も残さないと誓うぜ。それまさか俺じゃないだろうな。勝手に変なこと誓わせるな。ボルドールは、ニルベスがふさわしいって言ってた。来ましたよ、連絡。ああ、何人か見かけて声かけたんだが、無事目的地に着いたみたいだな。よかったよ。ありがとうございます。でもまだ何人か連絡がないままなんです。保証はできないが、どこかにいないか気をつけてみるよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらの方で猫の鳴き声がしませんでしたか？ああ、それならマリエルが。なんでもないです。そうでしょう、レイ。そうですよね。あ、おう。そうです、何も起きていません。私も猫を撫でるために鳴き真似をしながら近寄ろうとなどしていません。はい、はい。なるほど、おおよそのところは理解しました。マリエルさん、猫がお好きなんですね。はい、祖母が無類の猫好きで、家でもたくさん飼っていたんです。それで自分でも飼いたいと思ったんですけど、どうしても家を空けることが多くて。まあ宇宙を飛び回っているわけだからな、なかなか難しいよね。だから旅先で猫を見つけると、どうしても撫でたくなってしまって。猫、猫。なるほど。だったらマリエルさんは館長を目指してはいかがですか？え、どういうことですか？館長ともなれば、自分の航中艦内において絶対的な権限を持ちます。例えば自分の居住スペースで猫を飼うことくらい容易なのではありませんか？そんな手が。館長ですか。そうですよね。それくらいにならないと飼えませんよね。でも猫を飼うためなら頑張らなくては。連邦の長い歴史の中でそんな理由で館長を目指した奴はいないだろうね。目的を持つというのはいいことですよ。
相当早ボルド。どうした、説教か。どうしてそうなるのよ。マルキアさんにね、リーダーとしての心構えについてアドバイスを聞きたくて。そうか、マリエルも船のクルーを率いる立場だもんな。結局なところ、上の立場にいる者に一番必要なのは落ち着きではないかと思う。心が揺れている者には誰もついていこうとはしないからな。たとえ自分に確信がなかったとしても、平静を装うだけで周りも落ち着く。まあ開き直りに近いものもあるがな。頭では分かっているんですけど、いざとなるとつい慌ててしまって。では一度深呼吸をしてみるがいい。深呼吸ですか。しましたけど、これが何か。慌てた時に一つ深呼吸ができるかどうかが落ち着きを得る第一歩だ。大きな決断をしたり果断に行動しようとする前には一度深呼吸をすること。それだけで随分と楽になるだろう。深呼吸か。俺も試してみるとするかな。そうね、レイも私たちのリーダーみたいなものだもの。一緒にやりましょう。確かに落ち着く。よく言われてることではあるけど、なかなか自分じゃやらないよな。そうね。マルキアさん、ありがとうございます。今度から心がけてみます。うむ、それがよい。一つの星の人、それも美しい風景だ。ああ、そうだな。宇宙暮らしだとこういう光景はなかなかお目にかかれないもんな。風の感覚、草木の匂い、動物の鳴き声、コロニーにあるものとは違う自然そのものの素晴らしさだ。ま、宇宙暮らしには宇宙暮らしの良さがあるんだけどな。綺麗なうちはいいが、自然相手は面倒なことも多い。先進惑星人共通のジレンマだな。レイモンド艦長はどちらが好ましいと思う？俺としてはそうだな。なんだかんだ言って豊かな自然がいいかな。この星の旅で強くそう思うようになった。この雄大な自然の尊さ、スコピアムネットワークを通して皆に共有したいのだが、果たして完全に伝えられるだろうか。不安だったらせめてしっかり目に焼き付けていたらどうだ。いつまでも忘れることがないようにな。ああ、そうさせてもらおう。この自然が失われないよう、どうにかしてこの星を守り抜かないとな。一つ、負けられない理由が増えたということか。そうだな。この光景のためにも、この剣を存分にフルートしよう。
き。それな。なんだ、あのバカでかい物体は。ボルドールは最初からこの星に戻るつもりだったのでしょう。お前はバルダーであった。本当に来たのか。それならそこの露店で俺の商品を見ていけ。お前の推理力を見習って推理小説も書き始めたんだ。口で伝えるのは難しくても文章で書けばいいんだからな。しかも物語に俺の芸術作品を登場させれば小説を売るだけで宣伝もできる。一石二鳥。お前のしかも物。今日は湿気が多くてたまらないな。素敵な人が見つかるはず。ジェジェ、あんたはいつも鎧姿だが、暑くないのか。暑さはおそらくレイモンド艦長と同程度には感じている。しかし耐えられないほどではないな。そうか、我慢強いんだな。まあ仮に耐えられないほどの暑さになったとしても鎧を脱げばいいだけなんだな。で、そのなんだ、鎧って脱げんのかよ。ああ、そういえばレイモンド艦長の前では脱いだことはなかったか。まさか着脱できるとは思わなかったぞ。ちょっと見てみたいな、中がどうなっているのか。もしも寒くなった場合にはこの鎧の上にさらに別の鎧を着込んだりもする。そうすればどんな寒冷地でも活動可能だ。鎧の上から鎧を。また随分と気膨れしそうだな。それも一回見てみたくなるんだが。あ？すまない、冗談だ、本気にしないでほしい。いや、どっからどこまでが冗談なんだよ。私たちあちこちを旅してきたものですね。ああ、なんなら俺ベグワルドよりもこの星に詳しくなったかもしれないな。兄貴や親父が来ることがあったら案内なんかできるかもな。それはいいですね。じゃあこの星の中でどこか特別気に入ったなんて場所はありましたか。特別気に入った場所か。例えばもし今日構えて住むとしたらここがいいとか。そうだな、住むことを考えると。オーシディアス王都かな。本当ですか。やっぱ大都市だし退屈しなさそうだもんな。もし本当に住むときは私がいろいろと手配しますので行ってくださいね。
あの塔、あの塔の内部は一筋縄ではいかないでしょう。十分に警戒してくださいね、レイ。ラッキー。都会は便利だけど人が多すぎますからね。自然のある場所に行こうしたいんです。お子さんのためだもんね。一日中本を選んでばかりじゃないね。あなたの階段を上るんでしょうか。足を構える。そこの階段は十分ウォルドールが何度復活しようとも、その度に私たちが止めてみせる。パワフルですね。私も始めてみようかしら。よう、何を見ているんだ。あれはレティシアとローラーか。あの二人がどうかしたのか。いや、少し意外な組み合わせだと思ってな。レティシア姫と話しているのは惑星ビープスの人間だろ。ああ、まあ何も知らないと確かにそう見えるよな。俺も最初は意外だった。仲良く話をしているようだ。二人は友人同士なのか。友人かどうかは分からんが、もともとは敵対する者同士として出会った二人なのに、こうして平和に話をできるようになったってのはいいことだよな。敵対していた。ああ、オーシディアスとヴァイルがいがみ合ってた時、ロラはもともと帝国側でな。ということでよ、今は終戦後の和平交渉のためにああやって協力してるんだ。なるほど、そういう経緯があったのか。よかった、これで心配事が一つなくなった。ん？なんだ心配事って。いや、何、こちらの話だ。レティシアに対してってことはないよな。となるとまさかロラの方か。ジェージェ、あんたロラのことを知ってるのか。さてどうだろうな。レイモンド艦長、家族のことは大事にするといい。どんなに遠く、それこそ宇宙の果てから果ての距離ほど離れていても、必ずその心はつながっているんだからな。何だったんだ一体。共通の敵を。相当早ボルドール。この戦いは私を通じて
おっと、なんだか珍しい組み合わせだな。そうだろうか。いろいろと話を聞かせてもらっていた。 JJ さんの戦いに対する心構えは私の理想の形の一つなんだ。 JJ が理想？どういう意味だ？常に落ち着いていて、多くを語ることなく戦いに臨む。これこそ私がそうありたいと願っている理想の騎士の姿だ。そう言ってもらえるのは嬉しいが、まっすぐすぎて少し照れくさいものでもあるな。決しておごらない、その姿勢も私の求める騎士の姿です。アベラルドが一方的に迫っているみたいだな。どのようにすれば迷わぬ心を得ることができるのでしょうか。私としては特に心がけていることなどはないのだが。おいおい、 JJ が困っているじゃないか。いや、いいのだ、レイモンド艦長。そうだな、あえて言葉にするのなら、自分らしくあり続けるといったところだろうか。自分らしくあり続けるですか。ああ、スコピアムと融合する前もした後もその心構えだけは変わっていない。自分の信念に従って、大切な誰かのために最善の行動をとると、ある意味決めつけているのだ。その意思決定の速さが周りから見れば落ち着いているように見えているのかもしれない。感服しました。やはり先達の言葉は私にとっての指針になります。こんなことでよければいつでも話をしよう、アベラルド殿。なんだかんだ言って互いにいい影響を与え合っているんだな。正直私はスコピアムの本質を理解できていない。だからこそ今あの進化を受け入れることはできない。ボルドールは一つの星の人、それあんまり茶は本当にバーニーが好きだね。今王国と帝国、そうだいそうどうしたニーナ、悩んでいるのか？うん、どうすれば星の世界の最先端の医療技術を知ることができるのかなって。ああ、その話か。うん、エレナさんもマリエルさんも教えてくれなかったから。いろいろ理由があるのはわかるんだけどさ。まあ納得できないかもしれないけど、あいつらも意地悪で教えないってわけじゃないんだ。そこは分かってやってくれ。うん、それは分かってるよ。俺が教えられることだったらすぐに教えてやるんだけどな。例えば大量の積み荷を効率的に正確に並べる方法とかな。それは部屋の掃除に役立ちそう。教えてもらおうかな。でもなんとなく理解できたと思う。エレナさんにもマリエルさんにもそれぞれの正しいと思う考えがある。でもそれなら私にだってある。この星の病気で苦しんでいる人たちのため、星の世界の最先端の医療技術を知りたい。ニーナにも譲れない考えがあるのなら、それを押し通せるような道を選ぶしかないな。正直
そいつは大変な道だと思うが。大丈夫、大変なのは最初から分かってるもん。そうだな、ニーナなら必ずできるさ。もしも困った時に俺の力が必要だって言うならいつでも言ってくれよな。うん、ありがとうレイ。私絶対やってみせるよ。おう、その意気だ。謝りたいことがあるんだが。どうしたの急に。いえ、初めて会った時のことなんだけどな、マリエルがケニー一族だって揶揄するようなことを言っちまった。すまなかった。ああ、そんなこともあったわね。連邦切手の名家だの、条約破りの常習だの、いろいろ言われたこと今初めて思い出したかも。別に気にしてないわよ。ケニー一族であるってことを言われない時はなかったから。だから慣れちゃってるし。本当に悪かったよ。それに言っときたいことはそれだけじゃない。ここまで一緒に戦ってきて、俺たちが頼りにしているのはケニー一族の一員であるマリエルじゃなく、マリエルという一人の人間なんだ。マリエルのことを心から頼りにしている。そう言ってもらえるのはとても嬉しい。多分ここに至るまでにもらったどんな言葉よりもずっとね。じゃあ、あと少し一緒に頑張っていくか。そうね、あと一息、一緒に戦いましょう。正直私は、ボルドールは普通の敵を。
邪魔するぜ。邪魔するぜ。邪魔するぜ。マルキアって酒を飲むんだな。うん？どうした急に。そんなに私が魅力的か？褒めても何も出やしないぞ。こいつはまた見事に酔っ払っているな。こら、レイモンド、せっかく酒場に来たのに立ちっぱなしとは何事だ。この私と一杯付き合い。マルキアと飲むのか。まあそうだな。わかった、付き合うよ。飲む、よく言った。さあ私の隣に座れ、そしてじゃんじゃん飲め。おう。うむ、お主と飲む酒はまた格別にうまいぞ。ええ、そんなに飲んで大丈夫なのか。なんだ、案外軟弱だな。私はまだまだいけるぞ。こいつとんでもない酒豪だぞ。これ以上はこっちの身が持たない。待て待て、どこへ行く。頼んだ酒は飲み干すのが人の道だろう。二人して何見ているんだ。レティシアさんに誘われて宇宙を見ていたの。星の世界の景色、私がずっと見上げていた星空とは全く見え方が違いますね。いくらでも見ていられそうです。宇宙で働いてれば嫌というほど見られるからな。そういや、俺はもう随分長いこと宇宙の景色を眺めるなんてしたことないな。確かに船に乗っている時はそうかも。
だけど結構ポイントによって違いがあったりして、私は飽きないわ。私ももっと多くの星空を見てみたいです。レイはこうして宇宙から見る星と地上から見上げる星空とではどちらが好きなの？そうだな。宇宙から見た星空かな。そうよね。私も手が届くかもしれないって思っちゃって、ついつい手を伸ばしそうになったりするの。その気持ちわかります。本当、どの星もまるで宝石のように輝いていて素敵です。リモン遺跡は我々の聖地だ。悪心を持った者などに奪われてなるものか。こだわりなだけあってうまいよな。コーヒーの盛り上がってんな。今ね、星の世界の教育機関についてマリエルさんに聞いてたの。お、宇宙に出るつもりなのか。まだわかんない。だけど可能性の一つとしてだよ、そういう道もありだなって。そうですね、ニーナさんが将来宇宙に出て、例えば連邦の教育機関に入れるかどうかは微妙なところですね。え、どうして？私頑張って勉強しますよ。問題はアスター4号星の扱いが今後どうなるかという点です。出たな、お得意の未開惑星保護条約。別に得意とかじゃありませんが、まあそれです。じゃあ私には星の世界で勉強することはできないんですか？いえ、洗礼はあるんです。洗礼？ええ、未開惑星の出身でありながら偉大な研究を成し遂げて銀河連邦の歴史に名を残した方もいます。ほう、意外と柔軟な部分もあるんだな。そんな立派な人がいたんだ、すごい。現時点で断言はできませんけど、もしニーナさんがそういうことになったら、私もできる限りサポートしますよ。ありがとうございます。うん、実現した時のためにやる気出していくよ。ベグワルドだったら余計な面倒はなしでいけると思うぜ。レイ、私が前にその話したら濁したじゃん。連邦への対抗意識だけで言ってないと、ヤブヘビだったか。ニーナさんの専門分野なら連邦に留学した方がニーナさんのためだと思いますよ。なんかいろいろあったけど、今の私恵まれてるな。オーシディアスを、ううん、この星を守るため、行こうレイ。この間のメヌークとかいうところでの航宙艦同士の争いのことを考えていたんだが。あの艦隊戦か、驚いただろう。ああ驚いた。全体を見たわけじゃないが、俺には想像できないぐらい大規模な戦いだったってことしかわからなかったからな。だが本質的には俺たちのやってる戦いと変わらん気もしたんだ。ん？どういうことだ？どんなにでかくて強い船だろうと、突き詰めればただの武器に過ぎん。そう考えれば結局のところは俺たちがやっている戦いと何も変わらんだろ。なるほど。
確かにそういう考え方もあるか。あんまり真に受けるな。とんでもないものを見せられたからな、ついへりくつをこねたくなっちまっただけだ。いや、案外本質をついている意見かもしれないな。まあただの武器呼ばわりされちゃ連邦の最新艦も型なしだろうけどな。ボルドールは正義だと信じているみたいだが、ありゃ結局子供がダダこねてるだけじゃないか。時が経てばそれだけ被害は広がり続けます。急ぎましょう、レイ。町の守りは万全のはずだが、長期戦になればそうとは言えなくなる。私たちは大元を立つぞ。スコピア埋蔵を果たしたボルドールをいくら倒してもすでに意味はない。だとすれば、あれ、レイもアントニアに用事があるの？ああ、パパッと済ませようと思ったんだが、どうやら先客がいるらしいぜ。先客？突然部屋まで押しかけてしまってすみません。いや、人目のあるところでは話しにくいことだっただろう。構わないよ。ん？女の声。お話し中申し訳ございません。アントニオ、先ほど急ぎで頼まれたデータについて口頭で確認したいことがあるんですが、いいですか？あ、クロエさん、レイモンド艦長も。なんだ、マリエルだったのか。兄貴の部屋から女の声がするから何事かと思ったぜ。おかしな用事じゃないわ。艦長職経験の長いアントニオさんに心構えを伺いに来たの。サユリたちの前で聞くのはためらわれて。ローレンスファミリーの船はあくまで民間船。戦闘艦の艦長とは考え方が違うと思いますよ。そもそもなんでレイじゃなくてアントニオに聞くんです？あ、もちろんレイモンド艦長にも聞きました。でも考え方は人それぞれだってね。ああ、だからいろんな人に話を聞いてお前なりの正解を見つけようとしてるんだろ。俺はそれもありだと思うぜ。だとしても部屋まで訪ねてこなくても。それでクロエ、君がここに来たのは先行してメールで送ってくれた件だな。はい、すでに頼まれていたデータはメールに添付した通り完成しているのですが、アントニオからもらった参考データに不備を発見し、このまま参考にしていいのかを確認したく。間違っている箇所は添付ファイルにまとめてあるので、そちらを。確かにこれは本社にあるデータに不備がありそうだ。本社に確認したい。仕事を増やして悪いが、参考データを修正したもので作り直しを頼めるか。アントニオならそう言うと思って、修正したものを私のパーソナルフォルダにアップ済みです。修正による差分情報もアップしたので、合わせて確認をお願いします。さすがだな、クロエ。え、突然何？アントニオ、私は多分アントニオなら欲しがるだろうなってデータを揃えただけで。マリエルさん、俺が艦長としてやっていけるのはクルーたちが俺の考えを知り、それに合わせた的確な資料を作ってくれるからだ。今のクロエのようにね。君は一人で艦長になるんじゃない。サヨリやパイク、カシムたち、君を信頼してくれる仲間と共に艦長になっていくんだ。
まずは君が抱えている思いを彼らに打ち明けることから始めてみてはどうかな。ありがとうございます。こうやって悩む姿を見せることは部下の不安につながるので見せてはいけないと思っていました。そのことがかえって彼らを不安にさせていたのかもしれません。君が考えていることが分かれば部下たちもそれに合わせた動きができるようになるさ。ほらマリエルさん、クロエのデータを見てくれよ。ところどころ色がついていますね。クロエ、なんでここに色がついているんだ。社内のテンプレートにはついてないだろう。え、その値はいつもアントニオが気にしているから見やすい方がいいかなって。あれ、邪魔だった。右の表情をオフにしてもらえれば消えるようになってるから。おお、こんな見せ方もできるのか。俺の報告資料もクロエに頼めばよかったな。おい、それはお前の仕事だろうが。そんなことさせるんだったらクロエを俺のチームに移動させろって親父に言うからな。なあ、どうだクロエ。え、あの修正版のデータを送り直しますね。それじゃあ艦長には人心掌握術も必要なんですね。それはどうだろうな。艦長への道は険しそうですね。この星で戦う理由が一つ増えた。必ず平和を取り戻してみせよう。いよいよだな、レイ。準備は済んだのか。まあ心の準備はできた。あとはやりながら何とかするさ。なるほど。いつも通りってことだな。お前が引き際のわからんバカじゃないのは分かってるが、あまり無茶はするなよ。お。しかし随分と大事になったな。荷物を運んで終わりの予定だったからな。こんなことになるとは思ってなかったぜ。お前から緊急通信が来た時は肝を冷やしたぞ。あの時すごい剣幕だったよな兄貴。そりゃ身内の命が危ないかもしれないって思ったら誰でもああなるだろう。親父だってだいぶ心配してたんだぞ。もちろんお袋もだ。イーダスを落としたのが連邦艦だったからな。奴らの狙いがお前たちの命だったら地上まで追ってきてた可能性もあったろ。ああ、確かにな。狙いがわからないうちはその可能性も考えるよな。今は銀河連邦にもまともな奴がいるってわかったけど、もともとはあまりいい印象を持ってなかったしな。マリエルに会わなかったらこの印象は変わらないままだったろうな。ああ、お前の仲間がみんな善良な人たちでよかったよ。ほんと、助かってるぜ。レイ。ん？なんだ、兄貴。この旅を通じて、お前は自分が成長したと思うか？そうだな。厄介ごとに巻き込まれちまったなとは思うけど、やったことないこともいろいろ挑戦できたし、みんなの価値観を知れたのも良かったと思う。それこそ敵味方問わずな。そうか、いい社会勉強になったみたいだな。今回の経験が今後の仕事にも生かされるのを願ってるぜ。おお。親父やマーヴェリック提督には知らせたが、この距離じゃ応援は望めない。お前たちが頼みの綱だ。この前は一日星を見せられて。
ロラさんと協力して町に向かったスコピアムたちをモニターします。軍の配備に役立ててください。神聖スコピアムの総統だと？ふざけたこと言って！あ、レイ、いよいよ最後の仕事だね。ああ、しかしアスター4号星に降りてからここまであっという間だったな。船員を探し出して戻るだけのつもりがここまで飛び火するとは思わなかったぜ。そもそもアストリアに攻撃されるなんて想定してなかったもんね。そうだな、船が落とされた時はどうなることかと思ったが、みんなのおかげでここまでやってこられた。なんだかんだ親切な奴らだからな。あいつらに出会えてラッキーだったよ。レイはすごいよ。現地の人たちとうまくやってるし、私やエレナさんをちゃんと迎えに来てくれたもん。エレナさんと合流した時も大変だったんでしょ？あの時ばかりは俺も参ったよ。デュマとミダスがいなきゃ直せなかっただろうな。エレナはこのまま自分を破壊しろなんて言ってきたけど、諦めなくてよかったぜ。レイは時々無茶なこと言うけど、なんだかんだなんとかしちゃうもんね。まあな。私は怖くて殺されないようにおとなしくするのが精一杯だったよ。そりゃ会話も満足にできなかったら誰だってそうなるだろう。それが今やデバイスなしでも会話できるんだ。クロエも十分うまくやってるさ。それにヴァイル帝国に潜入する任務も立派に果たしたじゃないか。あの時お前がいたからあの作戦は決行できたんだぜ。そっか、そうだよね。ああ、胸張っていこうぜ。改めて言われるとなんだかこそばゆいね。確かに、ちょっと臭かったかもね。レイ、私はレティシアさんやエレナさんみたいに戦えないから一緒には行けないけど、ここで待ってるから必ず無事に帰ってきてね。ああ、必ず帰ってくるから心配すんな。ボルドールは本当にみんなを幸せにしたいと思ってるのかな。他にも何かあるような気がして。ラッキー！ ラッキー！
ラッキー。宇宙連邦の中尉様ともなると結構な給料をもらっているんだろうな。急にお金の話？ああ、しがない運送業の身からすればとても興味があるね。そんなものかしら。でも正直お給料の額を気にしたことってあんまりないのよね。一度は言ってみたいセリフだね。違うわ、使ってる暇がないって意味よ。長期の任務に出たら買い物なんてできないもの。ああ、軍人あるあるかもしれないな。しかし使わないってのはもったいないだろう。金は天下の回り物だぜ。そんなこと言われてもね。よし、それじゃあ俺が使い方を考えてやるよ。そうだな、ブランド物の服とか高い化粧品を買うのはどうだ？私はそういうのよくわからないのよ。たまにはいいんじゃないか、自分へのご褒美ってやつでな。そうかな。考えてはみるけど。そうだレイ、買い物に付き合ってくれる？ん？あ、別に深い意味はないわよ。でも高いもの買うのに失敗したくないから。人の目があると安心でしょ。レイが言ったんだからいいでしょ、約束したから。ああ、わかったわかった、約束な。ラッキー。親父、ただいま。何がただいまだ。遭難中ずっと連絡よこさねえと思ったら急に慌ただしく帰ってきやがって。おいおい、救助要請はしてたし、兄貴から連絡もしてただろう。エレナの修理でポットの遠距離通信機能は使えなくなったし、その後もいろいろあったんだ。しまいには現地の戦争に巻き込まれちまったしさ。事情は分かってる、アントニオから話は聞いてたからな。だが宇宙に出た後ならいつでも連絡できたろ。それこそ秋月からでもアルタスからでもだ。まあそれはそうだけどさ、俺ももうガキじゃねえし。それに分かってねえな、ガキかどうかの問題じゃねえんだよ。お前のことを信用してないわけじゃない。ただ有事だったのは確かだろうが、状況が分かってても本人の声を聞くまでは安心できねえ。それが親ってもんじゃねえか。ああ、そうだよな。悪かったよ親父、親父がそんなに心配してると思ってなかった。ま、これからはちゃんと連絡するこった。親からすりゃな、いくつになっても子供は子供なんだからよ。へい。まだ片付かねえのか、さっさと仕事に戻れ。アントニオにも言っとけよ。
モルドールはニルベスがふさわしいって言ってた。まあこれでよしとするか。何の話だ。俺を宇宙に連れて行くって約束したのに、お前は一度マリエルと逃げたからな。あれは別に逃げたわけじゃないだろう。それにちゃんと連れてきたじゃないか。だからこれでよしとしてやることにしたんだ。なんだこれ、釈然としないんだね。何の話？ミダソウジさん、何の約束してたの？怪しいやつ？バカ、以前レイモンドと話していたんだ。いつか必ずお前の世界、つまりは宇宙に連れて行けとな。んで、こうして無事にお連れしたというわけだ。かなり成り行き任せだった気もするが、まあ連れてきてもらったことには礼を言わないとな。成り行き任せだけど、約束を守っただけだ。いいな。それなら私も何か約束しとけばよかったよ。あ、今からでも約束してたってことにできない？は？なんだそれ。そうだ、そういえばあの日レイと約束してたよね。いつか必ず私に星の船を一隻買ってくれるって。そんな約束するか。そういや、俺にもアンドロイドを買ってくれるって約束してたな。乗っかってくんな。レイのケチ。レイ、あ、そこは乗っかってこいよ。一つの星の人、それなんだ。兄ちゃん、好きな人ができたんだ。いわゆる一目惚れ。やっぱりここは落ち着くな。その人はもう結婚してる。アルダスも自分の家みたいな感じだけど、たまには地面に足つけたいよね。相当早ボルドールの存在。と、正直私は。なんだ、どうした。チーズは？テリヤキバーガー、コンポタージュ。なんなんだよ、さっきから腹減ってんのか。先ほどからネットワークで大きな議論になっているのだ。どのうまい棒が最も優れているかという議題でな。うまい棒って地球のスナック菓子だよな。食べたことがあるのか。何度かな。味ごとに違うデザインの袋に入ったスティック状の菓子なんだが、形状は知識が共有されたから知っている。だが私は食べたことがないんだ。え？お？スコピアムネットワークは経験に基づく知識は共有できても、五感に訴える実体験の共有は極めて精度が落ちる。故に多くの同胞がこの議論に参加できずに苦しんでいるのだ。食事の体験と味覚はその最たるもんだ。そりゃご重症様。レイモンド館長、教えてくれ、うまい棒の魅力とは一体何なんだ。え、そうだな、味の多さかな。
星の数ほどのフレーバーが現れては流星のように消えていったと聞くが、長い間定番として生き続けてるものもあれば1年経たずに消えたものもあるらしいな。あとは特定の地域じゃないと売ってないとかもあるらしい。レイモンド館長はどんなフレーバーが好みだったんだ？チョコレートと明太かな。チョコレートはわかるが、なんだ明太とは。なんだったかな、確か魚の卵を辛く味付けしたもんだったはずだな。チョコレートをつけても辛い、魚の卵をつけてもうまい菓子。想像がつか。まああれだ、マリエルに頼めばいつか食えるかもしれないぞ。邪魔するぜ。おい、どうしたんだ。いつの間に。で、これもなんだか久しぶりね。連絡する前にやってくるなんて、それでこそ私の調達係よ。じゃーん、これを見なさい。指輪で、これってまさか。そう、これこそ我がビンヤード家に代々受け継がれてきた指輪の片割れ。ついに見つけ出したのよ。のなるほど、それであんな妙な笑い方をしていたのか。おめでとう。でも指輪は結局どこにあったんだ。それがね、なんとバイル帝国の方に渡っちゃっていたのよ。道理でオーシディアス中を探しても見つからないわけよね。普通なら一度バイルに渡っちゃったら見つけるのは難しいんだけど、ここ最近オーシディアスとバイルの間でゴタゴタがあったじゃない。その結果二カ国間での国交や流通も見直されて、おかげで指輪を見つけることができたの。ひょっとしたらゴタゴタの陰でいろいろと尽力していた人たちもいたのかもしれないわね。誰かは知らないけど感謝してあげてもいいわね。あんたもそう思うでしょ。まあな。もちろんあんたにもお礼を言わないとね。こうして家を再興する目処が立ったのもあんたが調達係として必要なものをいろいろと手に入れてきてくれたおかげよ。ビンヤード家現当主ウェルチビンヤードとしてお礼を言わせてもらうわ。ありがとう。さてと、差し押さえられた指輪も戻ってきたし、そろそろこの家じゃ狭くなってきたわね。次はこの天才美少女豪商当主に似合う大きなお屋敷を建てないと。いや違うわね。こうなったら最高なんて生ぬるいことは言わない。私がこのビンヤード家を世界で一番の商家にしてみせる。帝国との国交も回復しつつある今こそ商売のチャンスってことよね。ってことで
世界一の商家になるまであんたには付き合ってもらうわよ。調達係。ううん、我がビンヤード家に伝わる古の言葉を使うならビジネスパートナーとして、これからもよろしくね。ビンヤード家の躍進はこれからよ。世界で一番の商家にしてみせるんだから。